ありがとう、もう一丁拍手お願いします。ありがとう。鐘の音は涼しいですね。涼しいですね、やっぱりね、鐘の音はね。はい、では続きまして、次は絹屋獅子舞保存会になります。知ってますか、獅子舞ですか。日本で最もメジャーな芸能と言われてます。よくあのね、あの噛まれると縁起がいいとか。ああ、そうですね、ありますよね。そうですね。で、今回三匹獅子舞なんですが、はい、北海道、東北、関東甲信越、静岡、福井県小浜市に伝わっています。今回はどちらの。今回は、いわき市内の、平の絹屋、諏訪神社で奉納されています。はい、はい、で大体いわき市内ではですね、はい、以前は60カ所ぐらいで獅子舞あったんですが、はい、現在20カ所ぐらい。ああ、3分で減りましたね。減っちゃいまして、大体五穀豊穣ですとか家内安全子孫繁栄などを願う郷土芸能となっております。縁起物ですね。はい、あとは、今回ですね、獅子舞の獅子、はい、ライオンじゃないんですよ。ライオンじゃないんですか。はい、え、何ですかあれ。鹿なんです。鹿なんですか。鹿なんです。そうなんです。私も初めてちょっと今日資料見て知ったんですけどね鹿なんですモチーフは。はい、で今日の演目はですね、あのまずお清め、はい、塩まいてお清めします。あ、その後に棒立ち、それから三匹獅子による花水の舞、お花を数舞、はい、でお獅子、中獅子、目獅子の三匹が舞います。お獅子、中獅子は男性で、目獅子は女性。女性のこともやるんですね。はい、女性です。2人の男性が1人の女性を取り合う、ほう、皆さん大好き三角関係ストーリーです。おお、ドラマですね。はい、昼ドラですね。昼ドラです。いいですね。はい、ドロドロしてます。はい、はい、で花水の舞は花籠の周りを獅子が3人で仲良く遊ぶ舞となります。はい、あと絹屋の獅子舞はとても素朴でシンプルな芸能で、ですね、芸能は時代とともに派手になっていくという傾向があるそうなんですが、素朴な芸能ということは飾りがついていないということで古い形を残すということになります。県内でも古い形を残す絹屋の獅子舞はなんと県の重要無形民族文化財に指定されています。よく言いました。言えました、はい、ここが一番大事。はい、それとですね、あの皆さんちょっともししゃがめる人はね、しゃがんで見ていただくと後ろの方にもね、後ろの方も見たいですね。そう思いますんでね。はい、はい、あと気分が悪い人は手を挙げてくださいね。気分が悪い人は手を挙げてくださいね、はい、すぐ気分しております。はい、それでは早速ですが、はい、絹屋の三匹獅子舞よろしくお願いします。お願いします。Oh!
ですか。 OK です。いきます、いきます。はい、じゃあいくよ。Thank you.
絹屋の姉妹さんの前でした。拍手お願いします。皆さんお疲れ様でした。リーダーの方はどうだか。リーダーの方ありがとうございました。はい、2週間ほどの練習だったんですけど、はい、好天に恵まれ、そうですね、このような、観客の方、幸せです。ありがとうございます、はい、あの皆さん気になったと思いますが、ほっかむりはどういう意味なんですか。この顔隠す、恥ずかしいんで、あの恥ずかしいあのたまにあのこうあのうちわでこう叩かれたりする、あれも演技なんですよね、はい、すごいですね。どういう、あのあと姉妹の皆さん、姉妹の方、どんなのかインタビュー、はい、何年くらい、はい、どのくらい、何年ぐらい姉妹やられたんですか。10年くらい、10年くらい、はい、何年ぐらいで大体覚えたんですか。いや、その年に覚えないとダメです。あ、その年に覚えないとダメあ、厳しいんですね、やっぱりね、この世界もね。厳しくはないです。あ、厳しくはないパワハラとかない。いや、それはないです。ないですか。言えないです。あ、言えないです。棒使いの皆さんは、棒使いの皆さん、棒使いの、あのすごい迫力で、いや、まさかあんなに迫力があると思わなかったんですけども、すごい、あの、なんていうんですか、剣幕というか、やはりああいうのも練習の成果で、まあ、もう30年やったんですか。30年あれから30年やってるんですね。いや、すごい。いや、あと皆さん、あの活動は他に、あの PR があれば何かどこかで披露してるとか、練習場所とか、新人募集とか。今度のやつ言ったらさ、はいはい、お願いします。前に、笛の皆さん、笛の皆さんも前に。すいません、毎回コリジョン伸びないので、真ん中の方へ。真ん中の方にどうぞ。真ん中どうぞ。はい。はい。あ、PR ですか。はい。ですね、絹屋地区っていうのは、常磐線の草野駅から、はい、北に向かって約1里のところにある諏訪神社っていうところですね。はい。そこで60個余りの個数の中でやってます。残っているメンバー皆さん、あの一応若いつもりでいいんですけど、だんだん高齢になってます。はい、非常にあの後継者は、ね、あの少なくて、悩んでるんですけども、残っている皆さんがあの頑張っていただいて、継続して、県の指定になりました、はい、いやでもあのほっかむりのあの方だけ顔出さないで恥ずかしいか気になってしょうがないんですけど、実はもう一つ PR したいんですけど、はい、いいですか、はい、ぜひ、はい、今年の10月26、27日に、はい、27ですね、はい、日曜日、はい、北海道東北ブロック、はい、全国、あ、で東北北海道を芸能大会っていうのが、あの北海道と、はい、東北6県で持ち回りで動いてるんです、それの今年は山形県で開催予定なんですけども、その福島県代表としてあのイベントに参加させていただけるようになりました。これ皆さんの力のおかげでございます。あの、ここの中に平成生まれが一人だけいるんです。平成生まれ、はい、誰、はい、だと思う、平成生まれ、あ、これですか。あ、じゃ、あ、じゃあ、ね、あの貴重な若い子も連れていきます。いやー、ね、もう令和もありますしね、令和の時代し、選挙は終わりましたし、はい、はい、次から次へといろんなことがありますので、あとちびっ子がね、体験したいんですって。何を体験しましょう。おいで、はい、獅子頭かぶる、太鼓ちょこちょこって、はい、はい、太鼓の、はい、あ、これ体験が大事ですからね、こういう体験が大事です。はい。あ、ちびっこ、どうぞ、どうぞ。はい。太鼓叩いてみる。ちびっこに限らず、お父さんお母さんも、ぜひ、せっかく、もう、できない、もう一生できないかもしれないですよ。縁起物ですから。芝居の太鼓ね、縁起物ですからね。叩いていただいてね、皆さんでね。おあ、人叩いちゃダメだよ。人叩いちゃ。どうだった、叩いて、どうですか、叩いてみてどうでしたか。お姉ちゃん楽しかった。あ、じゃあ楽しかったそうです、はい、お兄ちゃん、どうですか、はい、楽しかった楽しかった
はい、どうもありがとうございます。もう一人いただきたい人がいます。あ、もう、もう、もう、ぜひぜひ。大人の方で誰か叩きたい方。あセルセルオというね、これね、なかなかの演技もですよね。はい、感想を聞かせてください。恥ずかしかった、恥ずかしかった、恥ずかしかった、やってないですね。はい、やってなかったです。はい、じゃあうちは、うちはおぎたい、うちはおぎたい方、うちは、はい、うちは、うちはって重いんですからね。うちは体験したい、田中田中さんと、うちは体験したいと。おお、わあ、これ手作りですよね、うちはね、完全に。ちょっと田中さんちょっと、はい、みんな仰いでください。仰いで、仰いで、暑いので皆さんのこと仰いでるんです。縁起物ですからね。おお、どうです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 。重いですね。重いですか。これなんかどうなってる、竹でこう作ったんですか。あで紙和紙かなんかあって。あすごいですね。今日のためにわざわざと芸能サミット2019ということで、いやすごい、あと初めて、いやすばらしいです。はい、では会場の前でお願いします。はい、ありがとうございます。はい、一気にこの子がヒーローみたいになってますかね。そうですね、発揮して、あの、できね、あの、三匹実施保存会の皆さんでした。どうもありがとうございました。大きな拍手をお願いします。